繰り広げられてきたどす黒い戦いの試練の中から私が発生したのだ。実体を失ってでも戦い続けようとする私の習性がやがて他の生命体を捕らえて操ることを覚えさせた。このように私に捕らえられた生物は魂を消され私のものとなる。私はこうして次々強い生命体の体を乗り換え魔界で強くなっていったのだ。そうするしか私にはなかった。それは自らを鍛え強くなること。それができる者は皆尊敬に値した。羨ましかった。そう哀れんだ目をしてくれるな、クロコダイよ。この忌まわしい体のおかげでバーン様に出会えた。そしてバーン様は言われたのだ。お前は世に仕える天命を持って生まれてきたと。バーン様には私の能力が、私にはバーン様のような偉大な主が必要だったのだ。私はまだまだバーン様のために働かねばならん。やめろ。マムさんから出ていけ。どけ。え